赤虎。行った。面白かった。行った。よし、これ乗った。よし。触ってますね。よっしゃ、取った。いけるか。取っていけ。もう少しいけ。乗るか。乗ったか。知ったね。最高ですよ、これ。メジナでやれよ。よし、メジナでやった。メジナでしたよ。30ある32、3ぐらいかな。それぐらい持って帰ろう。そういうの嫌だね。だもう本当やる気あるときは本当一広ぐらいまで浮いてきますよね。だそれなりにサイズでかいやつもちゃんと浮いてくるから。たまに結構早い潮が通しますもんね。離島みたいな潮、小潮ではあんなに動くと思わなかった。だ今日ちょっと海がガチャガチャしてるっていうのも好条件なんですけどね。だからたまにもうこうやって手前にも小マス巻きながら、そうしないともう全部向こうに行っちゃうなと思って。やっぱちょっと休憩ですねこれね。餌また取られないですね。これだけどやっぱりなんか魚いますね。何が取ってんだろうな。あれメジナなのかな。やっぱこうやって流れてるのいいですけどね。今この状態であそこに魚がいれば絶対当たってきますよ。はい、当たったら。行った。面白かった。強いやつ来た。強いやつ来た。根に入っちゃった。このパターンなんですよ、いつも。これ根に入ってるんですよ、これ。見せて、ほら、動いてるでしょ。です。強引にやると浮いてこないからね。そう、待つです。緩めて待つと勝手に沖に走ります。あれで強引に寄せちゃうと取れないですね。まあ大体30センチぐらいありますよ、これ。でっかいのが来たのかなと思うんですけど、そうでもないですよ。ね。サイズがいいやつがあんなに沖で当たることってそんなに経験ないんですけどね。今日はもうあそこで35とかも当たってますからね。行った。よし、これは乗った。
同じぐらいかな。同じぐらいですね、多分ね。むちゃむちゃだけど、めちゃ元気っすよ。ちょっとぶり上げよう。おら、ぶり上げサイズじゃないよ。入るんで、
るな。34、リリースしましょうね。もっと大きくなってから会いましょう。あたりが遠のきましたね。今は速さ取られない。本当にどうしよう。全く触ってないですね。しばらくは水中機を使うからいいっすかな。 B かな。 B に 2B っていう、そんなバランスでいきましょう。よっしゃ、帰り、帰りました。乗れよ、今度こそ。誰ですか。誰。お。来た、グーフー来ました。ねえ、君さっきから痛いよね。これ。日中あれだけ釣れたら、夕まずめもう少しなんかサイズいいやつが来そうなんですけどね。よっしゃ、取った。これはいけるか。もう足して。メジナでしょこれ。メジナだね。メジナっす。久々サイズアップしたかな。ちょっとサイズアップしましたね。よかった感じが行ってますね。ほら、いいとこかかってますね。ほら、33センチですね。
食いしてた。まあ、イグイというか。まあまあサイズあるかな。まあまあありますね、サイズもね。よし。こんなやつは。よし。なんかこう形はすごくいいですけどね。まあまあてかでかいんじゃないの。あ、それでも36とかですね。36センチ。入っていけ。よっしゃ、取った。これいけそうですね。よしよしよし。よし。うわ。元気。サイズアップしたかな。すごいですね。もっとした。うん、サイズアップしてると思う。おお。あれこれ。あれ、ネジなこれ。おお、ネジなだ。やっぱ。バラすなよ、俺。バラすなよ、40スタックあるかも。来たよ、来た。これはでかい。これでかいですよ。38ぐらい。38かな。40の顔してないですね。40じゃないな。40。うわ、行かないよね。40行かないですね。38ちょっと過ぎたぐらい。
ああ、よかった。はい。全部で何枚かは今わかんないですけど、仲間もね、そのワンドのところで5枚キープしたので、はい、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。またこんなに釣れるように頑張りたいと思います。ではまた。